はい、ムツです。よろしくお願いします。そしたら続きをやっていきたいと思います。もちろん反対だよな、サトシ。なんだっけ。サトシ。ん？ん？俺は賛成だ。お。男性陣。今日は怖いのはなしって言ってるんだから、ここはおとなしく従うべきだと思う。ほう。見損なったぜサトシ。お前は自分さえ美味しい目に会えるなら、俺や篠崎がどう思うがいいってことかよ。違うよしき。俺はただ幸子には逆らわない方がいいって思ってるだけで。うん。それに篠崎も問題ないって言ってるし。なあ、篠崎も従った方がいいって思うよな。本気で言ってるのか、篠崎！え？私さっきもこの台本でいいって言ったでしょ？確かに言ってた。だけどよ、でもサトシが主人公でハーレムなんだぞ！どこに引っかかってんの？だからそれも持田くんならいいって言ったはずだけど。岸沼くん、何を聞いてたの？すごい痛い。いいってなるわ。もうグーの音は出ないよ。よしき、大丈夫か？あんまりもう声かけない方がいいんじゃないのかな。台本にはお前は出てないし、関係ないだろう。うーわ、出た。ダメだよ、言ったら関係ないって。サトシ。ん？サトシ。俺はもうお前のことを友達とは思わねえ。ヨシキ、なんでそこで怒るんだよ。なんでラブコメをした方がいいって分かってくれないんだ。分かってないのはお前の方だ、サトシ。俺、お前が何を言ってるのかわからないよ、ヨシキ。とにかくラブコメには反対だからな。どうして？やばい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 よ、やばいよ。せっかく楽しい一日にしようと思ったのに、どうしてそんな風にいがみ合うの？え？あなたが言う、それを。どうしてって、お前がふざけたことを言い出すからだろうが。ひどいお兄ちゃん。もうお兄ちゃんなんて呼んであげない。なんて呼ぶの？死ぬ間たちがそういうつもりなら、幸子にも考えがあるからね。岸沼。もう岸沼って呼ばれたよ。やべえ、逆鱗に触れちまったか。逃げたい奴にはチャンスをあげる。もちろん簡単なことじゃないけどね。ん？え？あのドアの先には脱出ゲームがあるの。ほう。もしゴールまでたどり着けたら、その時は誰かもう一人と一緒に逃がしてあげる。一人じゃ寂しいでしょ。え、本当にゴール？それ何？マジかよ。
もしゴールできたら。だけどね、すごい意味ありげ。もしゲームゴールできたら。ああ、相変わらずだ。誰？大丈夫ラン。え、何それ。え、電話。え、十字架型の電話。ラン。てか、この性格かっこよくね。平気だよ、嫁。嫁？誰の嫁？てか、この性格かっこいいんだけど。主よ、慈悲深き常在の光を。え？私たちをお守りください。え？嫁の祈りの言葉が寒々し皇帝の闇に虚しくかき消されていく。え、嫁っていう名前？苗字。私の名前は小林蘭、セントクルス女子学院の2年生。うん。そして嫁の名前は高い、わかんねえ。嫁も生徒もいいや。2年生。そんな2人がちょっと違うのは、嫁は神に祈ることで時々不思議な奇跡を起こすことだ。祈り聞くのか？こんなよくわからない場所でも。ええ、主はどんな時でもどこにいても私たちを見守っていてくださる。きっと祈りは通じるはず。嫁は本当に経験だよね。隣にいると心が洗われるわ。なんで嫁だっけ。あ、誤解のないように言っておくが、え、なんだっけ、サチなんとかサチ。まあいいや、まだ正式な嫁ではない。何を言ってんだ。二人ともまだ高校生だし、それに女性同士。籍を入れるまでには残念ながら至っていない。いや、無理でしょう。本当に残念なことだけど。ラン、気を抜いちゃダメよ。闇に取り込まれてしまう。ちょ、こいつはなんで、あれ、あそこにいないの？みんなといるそこに。え？闇って何か悪いものか？悪いものというか、この空間自体が持ってる力がね。空間自体が持ってる力？教会に行くと感じるでしょ、聖なる力を。いや教会行ったことないですけど。まあ、空気が綺麗だなーくらいは感じるぞ。そうなんだ。ここはその逆なの。確かに息苦しいな、ここは。よどんだ空気はよどんだ力が生み出してるの。そしてここにはその力を一身に受け止めてる存在がいるのよ。うん。怖いのか。まさか怨霊。まあ確かにね、怨霊。そうね。しかもそいつはもうそう遠くないところにいる。そう言った嫁がブルッと震えたのが分かった。嫁が震えるのだからよほどの恐ろしい存在なのだろうと私にも分かる。大丈夫だ、問題ない。
何が問題ないの？どうして？うん、私の愛が嫁を導くからだ。答えになってません。私はそう言った時、なぜかそれが初めて言ったこととは思えなかった。デジャブ？認識？呆然とした不安が押し寄せる。ランの愛が、ね。え？でも嫁は笑顔を浮かべてそう言っててくれた。それ以上に強いものなどこの世のどこにある？主の愛より深く強いものなどないと思うけど。主の愛と同様、私の愛は嫁を守り導くものなのだ。うん。それは心強いわね。うん。ちなみにその怖い存在はそこの扉の向こうにいそうなのよね。うん。マジでか。凶悪。残念ながらマジね。凶悪かどうかはわからないけれど。嫁が真剣な顔をしたので私もつられて顔が引きつった。嫁には大丈夫だとは言ったものの、私だって不安はある。いずれにしても先に進むしかなさそうね。主よ、お守りください。うん。待て嫁、ちょっと待て。何乗り込む前に嫁の髪の香りを嗅がせてくれ。何じゃいの。まあいいけど。いいのかよ。私の嫁は嫁だから言うまでもないが、いい香りがする。やっべえな。その中でも私は髪の香りが一番好きだった。最終局面に向けて私はそれを小さい胸いっぱいに吸い込む。うはー、さすが嫁の香り、キーク。何言ってんの。そのあまりの気持ちよさに私は気が遠くなった。気絶というか、そのまま倒れる。何がしたいんだよ。ラン、ちょっとラン、大丈夫なの？薄れゆく私の意識の中、嫁の心配する声が聞こえた。そんな声もやはり素敵なのが私の嫁だった。ハフーじゃねえよ。なんだよあいつら。ゴールできたらもう一人と一緒にか。うん。ってことは、俺がゴールできたら篠崎をこんな妙なところから助け出せるってわけか。まあね、そうなるね。さっきから岸沼くんが何度も私の方を見てる気がするんだけど、顔に何かついてるのかしら。ああ、いや、ついてはいない。よし、参加してやろう。ヨシキ、本気で言ってるのか。ああ、ゴールできたらここから出られるんだろう。しかももう一人と。だったら参加しない手はないだろう。それはそうだけど。いや、ダメだ、このゲームはやっちゃダメなんだよ。え、どうしたんだよサトシ、ムキになって。だからこのゲームは危険だって言ってるんだ。もしかしたら命に関わるかもしれない。命だ？んなこと言って単にラブコメしたいだけじゃないのか。違う、冗談じゃな。え、
じゃあ誰が篠崎を助けるんだよ。お、お、お前じゃ拉致が開かねえんだよ。篠崎は俺が助ける。お、文句はないな、サトシ。お、よしき。岸沼くん、さっきから何言ってるの？私別に岸沼くんに助けてほしいなんて言ってないんだけど。うーわー、ちょっとそれはひどいんじゃないのかな。え？ああ。というか、とりあえず従ったふりをして幸子さんの隙をつこうと思ってたのに、余計なことしないでよね。そう、だったのか。ほんと、素人は黙ってればいいのに。うわぁ、今、それはないよ。ああ、今のは傷ついた。さすがにここまではっきり否定されるときついぜ。でも、今は非常事態だからこんなこと言ってるだけで。そうそうそう。冷静になれば篠崎だって。そう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 。そのためには俺が。うん。俺が頑張らねえと。もう。サチコ、その脱出ゲームってやつ、俺は乗ってやるよ。うん。そう、サチコ、ちょっと嬉しい。何その顔。なんだろう、あの岸沼って人を見てると胸がドキドキする。誰、誰が喋ってんの？どうしたの、ナーナー。なんか心配事？あ、どっかの学校のあれが喋ってきたな。え？あ、うん。ちょっとね。あ、ちょっと待って、この二人。ああ。はい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 。へぇー。ナリちゃんはこの場所、なんだか見覚えがあるって感じがしない？私は別に。そっか。じゃあ、私の気のせいかな。どういうこと？ナーナちゃん、私。え？どうしたの、千早ちゃん。千早、言いたいことがあるならはっきり言いなよ。だから、その…何？もう、イライラするな。何なの？ナリちゃん、そんな言い方したら千早ちゃんだって言いづらいよ。ねえ千早ちゃん。うん。話が一個にすまん。どうせ私はせっかちだよ。悪かったね。ナリちゃんも拗ねないでよ。それで千早ちゃん、うん、さっき言いかけたのは千早ちゃんも見覚えがあるってこと？うん。うん。目がキリッてした。私もはっきりとは覚えてないんだけど。じゃあ、私のこの胸のドキドキも気のせいじゃないってこと？千早ちゃんはあの岸沼って人見覚えある？ううん。あの人には会ったことないと思う。そっか。誰？誰に会ったことあんの？でも、あのメガネの人は見覚えがある。メガネ？あのメガネ。メガネの人って、あの学ラン着た人？うん。ナリちゃんも、覚えてない？私は記憶にないな。千早はどこであの人と会ったの？うん、教えて。どこって言
われても、なんとなく会ったことがあるような気がするだけで。ああ、それだけ。気がするってあんたね。でもあの人確か森重作太郎って名前で。うん、森重作太郎。うん、なりちゃんも多分会ったことがあるはずなんだけど。そう言われると会ったことがあるような。ということは、うん、3人とも何か覚えがあるってこと？あのメガネに。うん、だね。会ったことあるはずなのに記憶が曖昧になってる。しかも私だけじゃなくて、なりちゃんたちまで。どういうこと？嫌なことが起きなければいいけど。え？いつ文化祭始まるんだよ。あ、あのメガネ。ねえ、しげに。しげにもこれに参加するの？ああ。助かるのが自分一人だけなら参加しなかっただろうが。うん。それみんな一緒じゃね？舞は。俺が助け出すんだ。いや、口で言うよ。しげ兄がそう言うなら止めはしないけど。なんだ、何か気になることでもあるのか？しげ兄、絶対戻ってきてくれるよね？ああ、もちろんだ。舞を置いてどこかに行ったりしない？うん、そうだよね。しげに、頑張って。しげにはああ言っていたけど、なんでだろう。もう二度と会えないような。こんなの私の気のせいだよね、しげに。すごい、最初らへんなんか幸子が言ってたな。もう会えない人もいるかもしれないとか、なんとかかんとか。当然、一番手はこの俺だ。文句あるやつはいねえよな。別にいいけど。一番は島だね。最初は不利だからボーナスあげちゃおうかしら。え？もっともゴールできたらだけどね。ラボ込めたよね。え？ボーナスか。なんだかよくわかんねえが、面白くなってきたぜ。全然まだ把握できない。おい桐崎、もうまだなんていうのかな、ラブコメっていう情報しかまだ入ってないから、ラブコメで何度かゴールして、一人クリアしたらもう一人選べて脱出できる。意味がわからない。な、何？お、トウコさん。俺がゴールしたら、お前を助けてやってもいいぜ。なんだお前いきなり。え？ま、それなりの礼はしてもらうけどな。ペロリじゃねえよ。遠慮します。それなりの礼って、あいつ。体力なこと考えてないよね。拒否デバイだよ、拒否デバイ。それか妨害。どうしたんだ、顔色が悪いみたいだな。はい、来ました高見さん。刻みか、刻みさん。え、別に。ゆうや、心配してくれたのかな。勘違いしてる。こいつ、変な性癖あるかな。ゆうやは、参加しないの？
どうも興味が持てない。ゆうやは他の男子たちと違って大人だよね。ん？どういう意味だ？気にしないで。なんだ、特別ですよみたいな感じが？なんか困らせちゃったかな。でも困ってるゆうや、ちょっと可愛いかも。いやもうこいつ絶対おかしい、勘違いしてる。ほんと、島田じゃなくてゆうやならお礼してもいいのに。うわ、私何考えてんのよ。なんだお礼って、何のお礼だよ。ん？霧崎？ん？今度は顔が赤いみたいだな。なんでもない、なんでもない。ゆうやにこんなこと考えてたなんて言えないよ。そうか。お、島田がスタートするみたいだぞ。お、一番手。え、まだ合図ないよね。どんな感じ？もう待ちきれねえ、さっさとゴールして切り裂きのやつだ。俺だけ先にスタートしても別にいいよな。ドアを開けて駆け出す島田。うん、うわな、確かに。てかゴールってどこだよ。しかし駆け出して数歩のところで落とし穴が口を開けた。走り出した島田は滑ら、ん？滑らかに、ん？板の底へと転げ落ちていく。早速。いきなり落とし穴だ！あざした、島田！島田、フライングは失格だって学校で習わなかった？それ、うん、確かに。島田、死んじゃったの？あ、かっこいい名前の東子さん、やっと顔が拝めました。他のやつらはどうでもいいけど。多分今回は死なないんじゃなかったの？死なないとは言ってないよ。幸子に逆らったやつは容赦しないということらしいな。でもよ、逆らわなくたって今日っていうサービス期間が終わったら平気で死んだりする現実に戻るんだよな。黒崎、まさかお前参加するつもりか？どの道恐ろしい日常に戻るのなら助かるチャンスは今しかない。違うか？かもしれないが、島田がどうなったかは見たはずだぞ。やめておけ。いや、フライングのせいでしょ。俺も黒崎に賛成だな。ゴールした人間だけでなくもう一人助けられるなんて機会はもう来ないような気がするんだ。え、何その曖昧な返事は。メガネ。気がする？お前らしくない理由だが。あ、確かに。ああ、自分でもそう思う。だが、ここにいるともっとひどい目に遭わされる予感がするんだ。はあ？しかし、うまくゴールできれば、島田以外の白檀の人間は助けられる。うん、一人だけだよね。それは、俺にも参加しろということか。キザミ、お前が参加すれば6人助かるんだぜ。え？しかし危険すぎる。
落とし穴以外にもどんな罠があるかわからない。うん、そりゃ何が待ち受けてるかはわからないけど、でも俺がゴールしたら美月さんを助けてあげられるんだ。はん、美月を心配する黒崎が決意の目を向ける。守ってあげたい、その視線はだが美月には別の意味で伝わった。あ、この人が美月さん、どっかで見たな。そうね、黒崎の言う通りチャレンジする価値はあるわね。木南くんが行かないなら私が行く。他のやつは呼び捨てで木南だけ来んか、こいつら。お、ん、なんて言った、なんて言った、全然聞いてなかった。何よ二人とも、やる気のない木南くんより私の方がよっぽど役に立つと思わない？でもそれだと俺が美月さんを助けられないんだよな。まあこの辺にしとこうかな。ご視聴ありがとうございました。また見てくれたら嬉しいです。はい。グッドラック。